新型コロナの感染急拡大を受け、県は今日、夜間に限定した大規模接種センターを開設しました。県は今日から新型コロナワクチンの大規模接種センターを JR 仙台駅西口近くの商業ビル、仙台 TR ビルを会場に再開しました。日中は仕事や学校で接種を受けることが難しい比較的若い世代の接種率を上げようと、平日と土曜日の午後5時15分から午後8時45分までに実施します。職場からすぐ来れたりとか、あとはまあ時間的にも、働いている人間にとっては割とありがたい時間ですね。間違いなく増えてきているのは間違い確かなので、受けに来てはよかったなと思います。接種するワクチンはファイザー製のオミクロン株 BA.4 と5に対応したワクチンを使います。県内に住んでいる人のほか、県外から通勤通学している人も対象です。1日あたり280人の接種を予定していて、完全予約制です。今月10日までの予約はすべて埋まっていて、次の予約はあさっての午前9時から電話とインターネットで受け付けます。県は昨日出した医療逼迫危機宣言の中でも、オミクロン株対応ワクチンのできるだけ早い接種を求めています。